皆さん、教えてください。熟女が大好きな方は、そのギャップに心が奪われてるんじゃないでしょうか。なぜこれを伺うかというと、熟女が好きですというコメントを残してくださる方の中に、なぜかという、この3文字がですね、大体つくからなんです。以前の動画で、とにかく若い子、若い子が好き。 もう遺伝子を残すためには若くて髪の毛の強が良くって健康的な体のラインの子。もうこれが男性は大好きです。っていう動画を上げました。そしたらですね、いや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 、私は熟女好きです。そんな方がたくさんいらっしゃるんですけれど、なぜ自分はそんなに熟女に惹かれるのか、ご自分で理解をしていない言語ができていないんじゃないかと考えました。 こう普段真面目なね、格好をしている、真面目な振る舞いをしている方の真逆のですよ、性的な部分を、こうパッて、パって <laughs>、こう変えまみれることに興奮があるのかなって思いました。この熟女好きと大声でいない方も中にはいらっしゃるみたいで。なので、自分はこういう視点で熟女が好きです。いろいろですね、皆さんの視点を学ぶことができますので、コメント行きましょう。 我が息子も期待に応えてくれぬこともあるので、そういうことも許容してくれる年代の相手の方が安心です。これは下着の中のことですね。なかなか下着の中というのは右肩上がりにはなりません。右肩下がりになることがほとんどです。まあそういうことも許容してくれるぐらいの年代の方が安心。ではですね。 この下着の中のことについて許容してくれるのが、20代の方、30代の方、年齢関係なく、この許容してくれるからっていうのは一つのキーポイントではないかなと思いました。技がありそうだし、優しそう。この優しそうというのはですね、この安心できるというところにつながると思いました。40歳過ぎても綺麗な女性が増えていますね。芸能人よりも街を歩いている女性が。 私も同感です。たくさん綺麗な40代の方がいます。私30代なので、その方々をもう目標に、モデルにして、同い年になった時に、あれぐらい綺麗になっていたいな、ということはですね、思います。性の対象として見るのか、心を癒す対象として見るのかで違ってきますよね。私はですね、どちらかと言ったら、両方で見られたいですね、パートナーであれば。 この性の対象として見れるけれども、この子と一緒に長くいると疲れちゃうって思われるのは嫌ですし、私と一緒にいると心は癒されるけど、性の対象にはちょっと見れないっていうのも悲しいですね。30代半ばぐらいから50歳くらいまでが一番のストライクゾーンです。ということは約15歳の幅ですね。これはですね、これまで出てきたお話を考えると、 下着の中について許容してくれて、優しくて、そして綺麗な方であれば、多分ですね、このストライクゾーンからちょっと外れたとしてもいけると思います。なんですが、ご自分の中でこれぐらいかなというのは、いろいろご経験からなのかな、推察されてますね。美容技術の発展が今の40、50代は若くて綺麗で可愛い。確かに私もそう思います。 48歳ですが、熟女大好きです。若い子も好きだけど、体つきが素敵だなと思うので、やはり熟女大好きです。若い子もいいけれど、熟女の体つきが素敵だなと思うそうです。この体について素敵だなと思うのは、女性側からするとですよ、若い子の方が魅力的だと、やっぱり思ってしまいます。 なんで、熟女は熟女なりの,この体つきというものがですね、魅力的になる。まあ、服装、ポージング、見せ方、まあいろいろあると思うんですけど、一個学んじゃいました。ありがとうございます。私自身が還暦すぎなので、同世代くらいの女性の方が好みです。同じぐらいの年齢というのはキーポイントになりますね。まだそこの領域に達せていないな。 そうですね。達せている方とそうじゃない方いらっしゃると思います。熟女の方の恥じらい、戸惑うお顔がものすごく可愛らしいです。大好きですということでした。はあ、ということはですよ。熟女は恥じらわない、戸惑わない。こういう意外性のある面を男性はまあ見たいというか好きな傾向があります。 なので、塾女の方がちょっと失敗しちゃって恥じらったりとか、え、どうしようと言った、このお顔に、多分、普段見せない姿を想像して、好きなんだな、てんてのがね、わかりました。塾部長は、若い時の感情の延長感覚だと思います。私的には、若い方の見た目感が優先します、ということでした。 そうですね。中間の選択肢があったらいいっていうのは一つ勉強になりました。ミスター、自分が30代、40代の頃は熟女熟期でしたけれど、自分が50歳を過ぎていくにつれて、同じか年下の方が良くなりました。なるほど。あの、こうやってですね、30代、40代、しかし今50代、うやってこう、好みはですね、変わっていきます。変わらない方もいますが。 すごくですね、他の方の参考になります。40代の方が見ていたら、あ、じゃあ50代になったらそうやって変わっていくのかなという予測になります。年が近い方が好きですね。ある程度経験されているからか、下ネタも話せるので、会話からついつい想像しちゃいます。動画も熟女ものを見てますというところでした。このテクニックな部分。 などもですね、重要視のポイントなんだなっていううに思いました。同年代の大人の色気がいいですね。同年代はキーポイントですね。熟女の定義、それは否認が必要になくなった時からだよ。はぁ、私初めて聞きました。熟女の定義とは否認が必要なくなってから。なるほど、そういう えっと、体の変化ですね。体の変化から熟女かどうかっていう線引き。これはですね、私、これまで持ち合わせていなかったので、勉強になります。私は60歳回っています。女性は顔、体じゃなくて、心なごむ女性が好きです。見た目ではなく、やはり一緒にいて落ち着くとかリラックスできる優しい方っていうのがですね、この文章からすごくわかりました。 30代前半ですが、一体熟女って何歳以上なのこの熟女というのはですね、何歳という括りはですね、私今後はちょっとしないようにしますね。まあ、人によってですね、30代の方に聞く熟女と50代に聞く熟女って違いますので、ちょっと質問をですね、このコメントのおかげで修正をしていこうと思います。やっぱり実際に熟女と付き合わないと良さはわからないです。 すごいですね。すごい素敵な言葉だと思います。食わず嫌いではなく、実際に熟女の方とお話をしたり、ね、お食事に行ったり、っていうことで、良さがわかるかもしれませんし、嫌だなと思うかもしれません。ですので、熟女苦手だよっていう方は、実際によかったらお話をしたり、お食事とかお付き合いをしてみるのはいかがでしょうか。ここで熟女とは何かを調べてみました。 あ、国語辞典ですね。調べてくださって、それ書いてます。なので皆さん、ここはですね、耳を段ボンにして聞いてみてくださいね。えー、熟女とは、もう若いとは言えないが、成熟した魅力と社会人としての存在感と備えている女性。私、初めて聞きました。これまで熟女なんて辞書で調べたことありません。えっと、 成熟した魅力とこの社会人としてのっていうところがですね、私一つポイントかなと思いました。社会人ということは自立をしている女性と認識することができます。なので、依存的な、ね、何かを決めるにしても、何か発言するにしても、ね、収入にしても、何かにこう頼りすぎている方、自立していない方というのは、 まあ、熟女とは言えない。まあ、魅力的とは言い難いと思います。まあ、それがですね、熟女ということでした。これ読んじゃっていいですかね。これはまさにマッキーさんそのものですね。いや、そうでもないか。<laughs> マッキーさん動眼だし、まだ若いと思う。いやー、どうなんだろう。みんなどう思ってるのか知りたい。私、人生で初めてです。あの、国語辞典に載っている <laughs> 定義の通りだねって言われたの。あの、鎖かけと同じぐらい初めてです。<laughs>